どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが2月24日の木曜日なんですけれども、 今回の動画は岡田監督がついに言及した原口選手、糸原選手の最新起用法について岡田監督は以前から代打構想はあまり考えていないとこのように語っていましたが原口選手、糸原選手の代打起用について言及そしてこの流れによって今年の控え構想も徐々に固まってきたんじゃないかなということでこの点についても深掘りしていきますよかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせくださいでは早速お話をしていきますが今回ご紹介していくのは岡田監督が明らかにした今シーズンの代打構想について 昨日タイガースはドラゴンズととと練習試試合合を行いいましたが結果9対のの大敗ということで今年の対外試合初黒星、まあ、ドラゴンズは同じセ・リーグの球団そして投手力にも定評があるということで今シーズンの戦いも注目されますが岡田監督はそのドラゴンズについてドラゴンズに関してはシーズン入って7カード目やからなそれまでスコアラーとか見れるし何にも聞かんかったわオープン戦も当たらへんし中日はせやろ別に今日は亀へんて毒が強いとか弱いなんか見んでええって言ったんやとこのように語っていました 大敗という流れになりましたが岡田監督のこのコメントにもある通り2ヶ月近くドラゴンズとは当たらないという形になりますでそういった中でタイガースはついに明日からオープン戦を迎えるわけなんですがそこで一つ注目したいのが今後の代打構想なんですね、まあ、というのも岡田監督は新春対談で代打構想についてこのように語っていました代打の切り札というのは最初からそんなん考えないよねいらないというか代打の神様というのはチームが弱い時の選手やからな負けてる時に出るやつでしょだから代打要因なんか俺は考えてないんよと このように語っていたんです。まあ、これは確かにその通りですよね。まあ、岡田監督がこの思いを明かしたのは、年末から年明けにかけて、ま、それまでの段階で、ある程度レギュラー構想は固まっていたものの、それぞれの選手の起用法はまだ定まっていなかった。ですが、2月からキャンプが始まり、紅白戦、そして対外試合と色々と実践を行っていく中で、ある程度我々タイガースファンから見ても、この選手は今シーズン、もしかしたら途中から起用されるんじゃないかっていうね、ま、そういう推測も徐々にでき始めてきました。で、そういった中でついに岡田監督は、今シーズンの代打構想 について語ったんですその中でまず1人目岡田監督が右の代打として名前を挙げたのが原口選手なんですね、まあ、原口選手に関しては以前からご紹介している通りこのキャンプの実戦で絶好調、まあ、というのも紅白戦など合わせて実戦通算12打数4ワンダで5打点でそのうち2ホーマーということで絶好調 紅白戦では再起投手の150キロオーバーのストレートをホームラン。そして対外試合1打席目でいきなりホームランということで、とにかく仕留める確率が高い。そして昨日のドラゴン戦では7回、左ピッチャーの砂田投手から、ノーアウトランナー1塁2塁のチャンスで、レフトへのタイムリーツーベース。 この打席は追い込まれていたんですが、この辺はやっぱり原口選手が持ってる技ですよね。まあ、昨シーズンは代打というところもそうですが、シーズン通して打率は3割2分4輪、そして出塁率は3割9分。特にシーズン最終盤は5番で起用され、勝負強いところもたくさん見せてくれましたが、岡田監督は今の原口選手の状態について、やっぱり代打の右は原口やな。 原口はずっと調子いいんんちゃうかあんま、り調子ようななるるのもも早すぎるかも分からんけどなこれ1ヶ月後に打たなあかんのに大体波あるるもんんな今が良すぎるんちゃうかと、まあ、このようにも語っています。まあ、ですので、岡田監督のコメントから推測すると、今、原口選手の状態がいいのは越したことはないけれども、1ヶ月後にまたピークを持ってくることができるかどうか、この辺をちょっと心配している。そして、岡田監督の中でも腹を決めてる部分はあるのか、まあ、昨日、原口選手は大打出場で、こういった結果を残して、で、その後はまた交代という流れになった。ですので、まだキャンプ中、練習試合の段階、 ととはいいえ早くも本番想定の起用だったかなという,ふうに感じるんです、すでそんな原口選手といえば、昨シーズン、スタメンで見せてくれた勝負強さ、そしてまた違った魅力というのもそうなんですが、特に2018年、代打でものすごい数字を残してくれた。というのも、この年の原口選手は、代打で57打数で23安打、代打打率は4割0分4厘ということで、驚異の勝負強さ。ちなみに代打でシーズン23安打というのは、右バッターとしては球団最多記録、そして左バッターを含めても NPB 歴代3位の記録ということで、やはりものすごい数字 なんですまあ本当にこの年の原口選手は出てきたら打つそういうイメージでしたよねまあシーズン通しての得点圏打率も4割5分5厘ありましたから勝負強さも桁違いだったでそこからも原口選手は主に代打としてチームを救う一本をたくさん打ってくれたわけなんですが昨シーズンもそうですまあ去年はねやはりシーズン最終盤のスタメンのイメージが強いかもしれませんが、まあ、去年も合計代打で12打数でヒットは4本代打打率は3割3分3厘ということでさすがの安定感 まあ実は昨シーズンの原口選手、一軍に上がってきた当初は、なかなか状態が上がらなかったんですよ。まあですので本当に原口選手大丈夫かなっていうね。まあそういうスタートではあったんですけれども、気づけば最終的にこういった数字を残してくれた。まあこういったシーズン中での調整というのも、さすが原口選手だなというところなんですが、まあこの原口選手の準備力に関しては、昨シーズン、糸井さんが絶賛していましたよね。グッチにはほんまに勉強させてもらった。代打は一発勝負の難しさもある。そこで成功するために、あいつは見えないところで努力してると、このように語っていました。まあ原口 選手はキャッチャーから内野登録に変更して今シーズン2年目定、まあ、位置ダッシュに燃える一方でファーストは大山選手で完全固定されサードも佐藤選手で固定そして外野に関してもオフの段階では挑戦したいとこのように語っていましたがここまでの原口選手を見てるとファーストで固定という流れになっているでそのことについて原口選手は数多く打席に立つことはできないんで限られた中で結果を出していくしかないもちろん代打で行くときは1打席を大事にしたいともちろんいい意味で構想を覆したいという決意は持ちつ,つ求められたところで役割を果たしたいと まあこういった思いを持ってくれてるということでまあこれまでのキャンプを見てるとタイガース最強打者と言ってもいいぐらい状態がいい選手なんでまあちょっとね複雑なところもありますけれどもまあこれから原口選手が一体どういう調整進めてくれるのかこの点も注目しながら見ていきたいところでは続いて2人目岡田監督は右の代打として原口選手の名前を挙げましたが左の代打として名前を挙げたのが糸原選手なんですねまあ糸原選手といえば今シーズン内野構想がチーム全体でガラッと変わるからこそ起用法は注目されていた 糸原選手がこれまで一番多く守ってきたセカンドに関してはショートから中野選手が完全コンバートで昨シーズン糸原選手が一番多く守ったのはサードなんですがそのポジションは佐藤選手で完全固定まあこういった背景があったからこそ今年の糸原選手はどうなっていくんだろうっていうねまあ、そういう声もたくさん上がっていましたが例えば紅白戦糸原選手はタイムリーツーベースを打ったんですがそのことを振り返ってしっかりチャンスで返したのは良かった継続して結果を出し続けるしかないと思うんで頑張りますとこのように語っていましたそして19日のサムスン戦この日は 7回ノーアウトランナー2塁3塁という大チャンスで大打を。でここで糸原選手はきっちりライトに犠牲フライということで追加点 で、そういった流れで迎えた昨日のドラゴン戦。まあ先ほどもご紹介した通り、まず代打で原口選手が起用されましたが、その後の8回ツーアウトランナー満塁の大チャンス、ここで代打で送られたのが糸原選手だったと、まあ結果はショートゴールではありましたけれども、この辺も本番さながらの采配。で、岡田監督は今後の糸原選手の起用法について、やっぱり代打の左は糸原やな。シーズン行かなあかんと思ってるから、うまいことええとこで回ってきたけどな。それも徐々にこれからやな。最終的には今日みたいに1打席ずつ立たしていく感じになると思うけどな。これから毎試合あるから、 ちょっと守備つかせたたりりして体ののを作ったりそういういはやるよ全部大山佐藤ってこれからのオープン戦はいけへんよどっかで休ませたり打ち込みさせたりそういうのはあると思うよ甲子園帰ったらちょっと寒なるしなその辺は臨機応変にやったらええと思うけどなどこのように語っていましたまあですのでここまでご紹介してきたコメントもそうですが昨日のそれぞれの起用法を見ていっても今シーズン右の代打は原口選手そして左の代打は糸原選手と岡田監督の中で決めた可能性は高いですでそういった中で昨シーズンの糸原選手の数字を見ていくと132試合出場で去年 規定出す気には到達しましまたですが、シーズン打率が2割4分7厘ということで、ここはちょっと寂しい数字。もともと特に2年目ですかね。まあ、シーズン打率が2割8分6厘あって、出塁率が3割9分。こういった打力という部分はもちろん、粘りながらフォアボールも取っていく。まあ、この辺がね、糸原選手の魅力ではあったんですが、まあ、昨シーズン、その出塁率は3割0分7厘ということで、徐々にこの数字も低下してきている。ですので、今シーズンはまた盛り返していきたい。そういうタイミングでもあったんですが、まあ、内野構想が全体的に激変したということもあって、今年は代打起用が濃厚に。 昨シーズンの糸原選手は、代打で合計9打数立って、ヒットは2本、代打打率は2割2分2厘という数字でした。まぁ、あ、糸原選手の場合は原口選手と違って、そこまで代打経験がたくさんあるという選手ではありませんからね。まあ、先ほどもご紹介した通り、去年も規定打席に立っていますし、プロ6年間の中で合計4度規定打席をクリア。 このようにスタメン起用が多い選手だったからこそ、また新たなチャレンジとしてね、まあ、しっかり慣れていかなければいけないという立場になるわけなんですが、岡田監督は続けて、原口糸原はまだベテランっていうところまでは行ってないと思うよ。だから徐々にな、チームとして自分の役割というか、そういうポジションで行くということよ。今年に関してはなと、このように語っています。まあ、岡田監督のコメントにもある通り、原口選手は3月で31歳、そして糸原選手は11月で31歳ということで、まだまだ代打専門というような年齢ではありません。ですが今のタイガースはとにかく若い選手が多いから、 こそどうしても相対的に代打起用される選手の年年齢もも若くくくなっていいととと、まあ、原口選選手手手の場場合は梅野選手だと並んでで早くも野手最年長という立場ですからこのこともいかに今のタイガースがチーム全体として若いかを物語ってるんじゃないかなという風に感じますね。ということで最後になりますが、岡田監督が明かした通り、今シーズン右の代打は原口選手、そして左の代打は糸原選手で行くということがほぼ決定的。そしてその他の控え構想も見ていくと、先日も同化化させていただきましたが、熊谷選手、上田選手、島田選手の3人は開幕軍 自分が濃厚という立場でもあります、まあ、これまでの対外試合を見ていても、例えばセカンドで渡辺選手がスタメン起用され、その渡辺選手が塁に出ると、上田選手や熊谷選手がダイソー起用される。で、そこからの盗塁にサインがあったかはわかりませんが、二人はそれぞれいきなりスチールを決めたりといろんな流れがあります。まあ、昨日の試合で原口選手と糸原選手が連続で代打起用された、そしてこれまでのダイソー起用の流れを見てると、この辺は早くもシーズンを見据えてるのかなっていう感じがします。まあ、ただそうは言っても実際のところ、まだ開幕まで1ヶ月以上ありますからね。本当に何が 起こるかは分かりませんでそそのの中でれれぞれの選手が一体どうい、うアピールを見見せててくれるのか注目しなながらいいきたいなと思いますはいといとうことで、今回の動画では、岡田監督がついに明かした、今シーズンの代打構想についてで、その中で原口選手、糸原選手の今後について思うこと、この点についてご紹介されていただきました。まあ、原口選手も糸原選手も、それぞれスタメンという立場を狙っていく選手ですからね、まあ、複雑な気持ちというのはあるかもしれませんが、打撃力を買われてるというのは間違いない。でその中で今後の実戦、どういうアピールがあるのか、引き続き注目しながら見ていきましょう。 皆さんは岡田監督が明かした今シーズンの代打構想についてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者3 9700人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者4万人ということで、今後とも 関心情報局、何とぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラフォー、ありがとうございました。開幕までまだ1ヶ月近くありますが、その中で控え構想も固まってきています。今後どういうアピールがあるのか、引き続き注目しながら見ていきましょう。ではまた。